本社のあるニュー、若杉ビル株式会社フロンティアホールディングスは、2007年10月創業の大阪府大阪市宮古島区に本社を置く不動産会社である。不動産仲介事業を取り扱う企業として、大阪府角間市島頭にて創立。その後、上東店、南大阪店、平方店、奈良店、神戸店、京都店、柏原店、姫路店、 東大阪店を展開。2016年に大阪府森口市南寺方東通りに本店を移転させる。現在では縦売り事業、リフォーム事業、人材育成事業を展開している。グレートプレイスツーワークインスティチュートジャパンが行っている働きがいのある会社ランキング小規模部門に2019年、2020年と連続受賞しており中規模部門に 2021年受賞している。縁ある人への価値ある貢献と、全従業員の物心両面の幸福の追求。縁ある人とは、お客様や事業主様、関係業者様、家族や恋人、友人たち。その縁ある人に仕事を通して価値のある貢献をすること。そして、全従業員とは、フロンティアグループの社員になります。経済的にも、 精神的にも満たされ、社員全員が幸福だと感じることができる。それが私の目指す理想の会社像です。株式会社フロンティア不動産、販売代表取締役、中西義人株式会社フロンティア不動産販売は、大阪、京都、奈良、神戸に拠点を置く、不動産会社で、主に新築戸建て、中古戸建て、中古マンションの仲介を行っている。 センチュリー21に加盟しており、加盟店の中では常にトップクラスの業績を誇っている。株式会社フロンティアホーム代表取締役、河内春、輝き株式会社フロンティアホールディングスの参加で、建売り事業を行っている。関西一帯で1区画から数十区画と幅広く活動。2012年に設立後、徐々に旨数を伸ばし現在は年間約100旨を建てている。 株式会社フロンティア建築工房代表を取り締まり、役、西島大輔株式会社フロンティアホールディングス参加のリフォーム会社で、関西を中心にリノベーション事業を行っている。お客様のご要望に応じて、修繕工事からスケルトンリノベーション工事まで多岐にわたって高い支持を得ている。会社規模としては、設立3年でリフォーム売上げ全国で200位と、急成長を見せている。 リタ塾株式会社代表取締役、片山隆弘リタ塾株式会社は、2018年6月創業の大阪府森口市に本社を置く人材会社である。採用コンサルティング、社員研修、社内コーチング、人事評価コンサルティングを手掛けている。新卒採用にも力を入れており、日本で一番縁ある人が幸せになる不動産販売グループを目指して活動している。 採用専用のホームページも解説。ありがとうございます。